伊藤園王位お茶杯第65期王位戦の挑戦者決定リーグ、紅白リーグが開幕するのを前に、リーグ入りを決められました、木村和樹九段と飯島英治八段のお二人にお越しいただき、リーグの展望についてお話を伺っていきたいと思います。本日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、まず早速ですが、あのお二人の、リーグ入りの感想を伺いたいと思います。木村九段が3期ぶり13回目、飯島八段は初のリーグ入りとなりました。まず木村先生からお話を。はい、あのまあ良かったです。まあ私の枠は結構強い人が多くて大変かなと思ってたんですけれど、まあなんとか、乗り切ることができました。まあまあ、やるからには一局でも多く勝ちたいなと思いますしね、まあ残留をとりあえず目指してといつも通り、臨みたいというふうに思いますね。はい、そうですね、24年目だったんで、いや決勝は3回目だったんですけど、まあちょっとダメかと思ってましたから、いやちょっともうびっくりというか、まあ、こんなところでこう喜んでるのはあれなので、まあ、あのリーグでいい勝利を残せるように、頑張りたいと思いますね。はい、あこれはあれですか、乾杯とかじゃなくて、あのあどうも、じゃあ 酒じゃないもん、ね、じゃあ、あのいただきます。紅白、まあ、2つに分かれまして、こう、はい、綺麗に年齢差が出たという、こうどう見ても意図的ではないかと思われる、まあ、リーグなんですけど、一応厳正なる抽選だということですが、まあ、何回厳正なる抽選だといっても、まあ、これは意図的ではないかというふうに思われる、まあ、組み合わせというふうに、組み分けというふうになりましたね。まあ若者対親父みたいなところが出てきているような気がしますね。いや親父チームも強いですよ。大体 そもそもだって一緒に当たる組の人が対談やるなんてこう東京新聞無謀な企画というような感じがしないでもないような気がするんですけど、将棋界ないでしょうこういうことが、今まで当たる人がこう対談をする初めてですね。そうだからまあ、まあ、無謀なら無謀なりにね、やっぱりこうもう、はい、いや僕、いや木村先生が言ってたのが、僕あのすいません白組ですけど、あの上からだから年齢4番目なんですよ。4番目、お44ですよ僕。いや4番目じゃないでしょ。いや渡辺さんより上なのか。僕渡辺さんより上なんで、あの渡辺さんあの、はい、5番目なんですけど、だからあの羽生先生と森内先生と木村先生、だから4、いやだからこれを見た人、僕この時代だから上から 1,2 番目でも年齢的におかしくないんじゃないかな。いやなかなかやっぱりすごい時代だなという。まあなんかね10年前の人がリーグと同じような顔ぶれになってるような気がしないようなですねまあ羽生九段がこう、多い一番最多獲得を誇ってるのかな。で渡辺さんもまあ実績十分といった感じですね。で森内さんが久しぶりにこう入ってきて、飯島さんが初めて、はい、で西川さんも確か初めてなかな、初めてと、ね、いう感じですかね。うん、羽生九段は、まあ、他の棋戦でも結構勝ってるような感じもしますので、まあ、会長をねこう務めながら、まあ、充実しているなという感じがしますね。渡辺さんはどうでしょう。まあ去年は疾患して辛い年ではあったとは思いますけど、それでもまあ評判を落とすというようなこともなく、うん、っていうか、なんか維持されてますもんね。うん、残留組は飯島さんどう思いますか？いやそうですね。やっぱり僕も対戦渡辺さんとはまあ最近対戦もあるんですけど、羽生先生とはまあだからまあ 2,3 年ぶりか。だからちょっとこう年数が経ってしまってるんで、やっぱり私もなんかこうコンスタントに対戦できるようにという、気持ちはあります。ちょっと今回だからこう対戦させていただけるんで、うん、まあ過去の対戦もちょっと見ながらっていうのはあるんですけど、あと西川六段と僕初対戦なんですよ。あ、順々に行ってこうかって言ったら、あんたの話聞いてくれましたけど、そう、順々にこう2人、そうね、まず2人の評判。そうですね、いや羽生先生やっぱり勝率を維持されてるから、うん、タイトル挑戦もされてますし、まあやっぱり有力候補かなと思います。当然
で渡辺さんもまあそういった感じなので、うんまあ、やっぱりこう残留組と、あの DVD の対決っていう感じなのかな、ちょっと自分のリーグなんでなんとも言葉がちょっと濁されていくんですけど、どんどんあのっていうふうに僕は見てるんですけど、はい、そういう形です。まあ私が入って、まあ私もこうリーグに入れたものの、他の棋戦では勝率があまり良くありませんからね、まあなかなか厳しいところがあるかなというふうに客観的に見られているんだろうなという感じはしないでもないですね。でこうついで森内さん、森内さんはまあ久しぶりのリーグ入りじゃないでしょうかね。まあ野球からなんかそんなイメージないですよね。フリークラスね、こう転出してから久しぶりという感じがしないでもないですけど、やはり自力は評価されているといったところがありますので、これはまた結構面白い存在じゃないかという感じがしますね。私は初戦森内九段なんですけど、まあ、戦々恐々としております、うん、確か開幕と先ほどお伺いしました。はい、じゃあ飯島さんは私と森内九段どう評価します？いや、木村先生はもう、いや、これはだってほら、もう東京新聞無謀の対談の談話だから、これは言わなきゃダメ。いや、木村先生はもう、いや、もう25年以上指させていただいてるんで、いや、本当に素晴らしい将棋を維持されてるから、いや、まあ、対戦するときはもうすごくこう望みたいなっていう気持ちと、あと、まあ、やっぱりお二人とも僕の中ではレジェンドなんで、まあ、挑戦者側の気分で、やらせてもらうんですけど、だからやっぱすごいリーグで、自分より後輩が一人しかいないというか、渡辺九段同期なんで、いや、なかなか、いや、すごく、森内九段はどう見ます？今の最近の手厚い将棋が蘇ってきて、勝率が高いくなっ、戻ってきてる感じがするんで、名人取られたとかタイトル取られた時、いや、だからやっぱかなり、年齢を重ねても、なおなんかこう新しい将棋を、維持されてる、いや、やっぱすごいなと思います。さあ、じゃあ次行ってみましょう。飯島さんと西川さん、まあ、飯島さんは西川さんともに初のリーグ入りということで、どうでしょう、相掛かりと横歩取りがどこまで通用するかといったところですかね。そうですね、角刈りとか役でやんないでしょ。あんま、昔はやってたじゃないですか。でもいや今やんないから、いや過去の話したらしょうがないんだ。そうですね、まあ、今やらないでしょ、だからやらないのかな。いや、ここでやらないっていうとマイナスどうせやらないんだから、用がいが甘いがやらないんだから、ね、いやいや、わからないです、わからないです、まあ、多分やらないというところでね。まあ、どこまで通用するかといったところでしょう。西川さん初のリーグ入り、まあ、昔から振り飛車の使い手、特に三間飛車という戦法を、今すごく流行ってますよね、三間飛車ね。いや、何でしょうかね。ね、木村先生ね、予選決勝もね、ね、山本君も三間飛車だ、ね、こう振り飛車は三間飛車が主流になっているような感じもします。で、まあ、西川さんは、昔から三間飛車の使い手でもあります。こう、そういうところでは自分の土俵に持ち込みやすいという利点はあると思います。他の人みんな居飛車が得意になっているので、そういったところが出ればとても面白い存在になるのではないかという感じがしますね。あれ、木村先生、西川さんとは、いや、指したことないです。あ、初代なんですか。まあ、みんなね、関東、西川さんだけ関西所属ですんで、まあ、初手合いの人も結構いるかもしれませんね。そういう点では、まあ、この、白組のリーグをこう面白くする存在ではないかという感じはしていますね。飯島さんから見て、飯島さんはどう思われますか。自分ですか。他にいないじゃないですか。自分のことを言うんですか。ちょっと、いや、最近ウォーキングしててもなかなか体重が減らないんで、将棋の調子聞いてんだけどね。将棋の調子は、いや、いや、いいと思います。いや、ちょっと、いいんですね。期待十分。そうですね、まあ、ただ、いや、ただ運が良かったたのかもしれないんで、今回の運と実力が備わってて、こうが俺を見てくれって、そういう感じじゃない。そういう感じ。いや、まあ、運と実力が噛み合って、リーグにしたっていう、はい、もう
自分の中ではなんかもうほぼ諦めムードだったっていうのがあって、まあそれが逆に良かったのかなというのが、でまあちょっとすみません、予選の話はあれでもリーグの話ですから。西川さんはどう思いますか？いや西川さんの将棋結構テレビ対局で解説をやらせてもらったことは2局かあるんですけど、まあ当然早指しもお得意なんですけど、やっぱり今の時代に合ってるっていうことですね。やっぱ三間飛車がやっぱりこう先方の主流に、振り飛車の主流になってきて、でそれが噛み合ってこうリーグ入りしたので、かなり注目というか、まあ自分対戦、そうですね、第 2回戦からなんで、ちょっとこう振りの対策を練っていきたいなと、時間をかけて考えていきます。はい。まあ王位戦はもっと早く言っとくべきだったかもしれませんけど、公式戦の中では今でもストップウォッチ方式を取り入れて、はい、採用したまんまなので、まあ1分以内の着手は切り捨てということになっています。これが結構チェスクロック方式を取り入れるところが多くなっている中ではですね、1分以内では切り捨てることにより、まあ、慎重に指し手を進めることができるという特徴があるわけですね。まあ指す人にとってはこれがまあどっちが好みかという、まあ、条件一緒ですからね、条件は一緒ですけれども、好みとしては落ち着いて指すという点で、指すことができるという点で好む棋士も多いのかなという感じがしてますね。飯島さんどう見ますか？僕はいや結構持ち時間がこう1分以内だとずっと減らないっていうのがあるんで、残り10分から秒読みが選べるっていうか、でそれが結構自分に合ってたので、どんどんそういう棋士は減ってるんですけれども、王位戦だけはずっと、やらせてもらってるんで、いや非常に勝率は良かったんですけど、ただリーグ入りに臨むあんまり噛み合ってなかったので、いやその勝率の最近の好調の要因の一つだと思います。秒読みが非常にうまくいってるっていう。そうですね、チェスクロックですと指し続けてると必ず時間がなくなっていくんですけど、ストップウォッチ方式の時は、まあ、1分以内で指せば残り時間減りませんので、特に終盤10分以内の時ぐらいにこうそういううまさというものが出てくる場合があって、まあ、そういったところもですね、隠れた見どころの一つにはなっていると思うわけですね。まあ、そういった点がこう出るかどうかというところも、まあ楽しみにご覧いただきたいなというふうに思ってます。でまあ、私とか飯島さんまあ、いるのはいるんですけど、やはりこう軸になるのは残留組、羽生九段、渡辺九段かなという感じがしますけど、飯島さんはそんなことはない、俺が全部勝ってやるとかそういうことは言わないんですか？いやもう24年のベテランですから、ちょっと若手だったら威勢がいい、いやもう24年経っちゃったんで、はい、謙虚にしかもかなり任されてるんで僕も、はい。まあオイリーグは5回戦、まあ、5局させるという局数させるという感じで、棋士にとっては、まあ、やはり入ると嬉しいところなんですね。ただまあこう4回予選を4局か5局さすとこうリーグ入りするわけですけど、残留するもなかなかきつくて、2敗すると結構厳しいというのが今まで指した感じではあります。1敗だとこう、まあ、プレーオフに絡むっていう感じですので、その2敗するか1敗でするかというところではだいぶ違うかなというふうに捉えています。まあ1回負ける敗者復活があるように捉えていればいいのかなという感じがしますね。木村飯島戦が3回戦に、こう組まれております。まあそこに至るまで、まあ紹介試合にならないように、まあ私は一応目指して。先生後ろ向きなこと。いや、わかんないじゃん。だってこれでさ、2連敗してさ、で、あんたたち何かかってんのって、プライドしかかかってないんじゃないのみたいな感じにならないように、こう、しないといけないんだけど、こういうのを口に出すと結構ね、現実だったりするからね。これ今言ってるからいいけどね、その、後で見るとね、それ見たことがあって、ゲラゲラ笑われちゃう可能性は結構あるんですね。で飯島さんはその点についてはどう思いますか？いやあんまりもう悪いこと考えないようにしてるんで最近。ああ悪いことね。もう確かに先生の言うとおりもう全部真っ白にするっていう、こうもう自分自身を洗脳して、
もう全部真っ白になるんだみたいな、うん、ただちょっと先生のあのお話でちょっと汗が出てきて、いやそういうこともあるのかもしれないな。いや大体まあ念のため言っときますけど、こうやって組んでて、あ俺5連敗だなとか、よく頑張っても一勝4敗だなって考えてる人は一人もいなくてですね、まあきつい相手だけど、やっぱり自分がどう勝つかということを考えて臨むわけですね。まあですので飯島さんがまあ自信のなさそうなことを言ってても、実は全部勝ってやるという裏返しでもあるような気がしますね。まあどうでしょう、軸になる人っていうのはどんな感じですか。いやちょっとなるほど。平均年齢40超えてるんでしょ、これ。これあ平均年齢な、はい、平均年齢ですね。ですね、はい、赤組がですね 29.3 歳で、白組が46歳となってる。これ多分記録に残ると思いますけどね。これを超えるリーグっていうのはないと思いますよ。今までのこの赤白の年齢差ですよね。うん、年齢差。はいはい、ああ、実は赤組の最年長が白組の最年少よりも年下という。そういうことになるんですね。玉彦さんが最年長です。はい、だから、いや相当ないですよ、これ。すごいですね。まあ、その平均年齢の高さで言ってもね。17ですか ?17 離れてますか、年齢は。そうですね、17歳離れてます。17歳。まあ、プチ達人戦みたいな感じです。プチ達人戦いや、まあ、僕まだ出れないですけど、達人戦。いや、でもまあ、あと数年後かわかんないですけど。いや、一番若くので西川さんですよね。ね、はい、西川さんもかなりプロ入って、年数、語ってますよ、はい、すごいですよこれ。多分50代が3人リーグにいるっていうこと自体かなり難しい。まあまあそうですかね。まあそんなにないかなって感じもしますけどね。今後もっときつくなりますよね、こんな例は。この若返りが激しくなるんで、まああと組み合わせもね、こうちょっと今回まあ極端に出たかなって感じもしますんでね。それではプチ新入温泉の感じの赤組いってみましょうかね。いや、なかなか、プチ新人と言いながらなかなかの実績者ある方が揃っています。残留組は佐々木大地さんと、はい、豊島さんですね。佐々木さんは前期挑戦者ということで、うん、まあ残念でしたけどね、うん、内容はとてもこう研究家らしい一面というのが出てたような気がしますね。豊島さんはまあ人選の方はね結構充実してるかなっていう感じ で、ね、まあ他の棋戦も結構、まあ、勝ってるのかなっていう感じがしますね。昨年は、まあ、王座の調決とかもね言ってますんで、まあやはり豊島さん調子崩してるっていう感じではないような気がしますね。飯島さんから見てこの両者はどう思いますか。佐々木さんは、まあ、タイトルダブル挑戦がねあって、いややっぱり先方のやっぱり先駆者というか、うん、最新のやっぱりこう作戦を先導してたので、まあ、今年もやっぱり、まあ、そういった面が出てくるとやっぱりリーグで爆発するんじゃないかなっていう、うん、ところありますよね。で豊島さんやっぱりコンスタントにやっぱりこう平均値を維持されることがすごく、うん、まあされてるので、あとタイトルね王位をお持ちになった時と比べると確かに九段ですけど、うん、やはり、まあ、精度は序盤中盤終盤の精度はやっぱり素晴らしいなと思うんで、やっぱり、うん、残留組がやっぱり中心になるのかなっていう気もするんですけどね。うん、ただやっぱりちょっとこう リーグのねこう入った中でこう天彦さんと佐藤天彦さんと斉藤さんもいますので、なかなかちょっとここは分からない感じがしますね。うん、すごい、いやかなりあとじゃあちょっと次行ってみましょうかね。今ここ2人やったからね。はい、はいはい。次は石井健太郎六段と佐藤天彦九段。はい。石井さんはまあ隠れた研究家といった感じでかなり奥深くまでやっているのかなという感じがしますね。順位戦のクラスも徐々に上がっているという印象があって、まあちょっと前までは王座戦でこう準決勝まで連続でいったというような実績もあって、はい、まあ先が楽しみな存在かなという感じがしますね。なんか前飛車を振られたりとかもしたことあって、そう結構先方が両方ね指すっていう人では結構珍しいかなっていうところはあると思います。うん、このリーグでも何が出てくるか、相手によって何が出てくるかというのがわからないといったところがありますね。私はアベマのチーム対抗で、地域対抗で同じチームなんですけど、やはり練習してても、研究量の深さというのが伺えるので、これはかなり他の
リーグのメンバーにとっては脅威に思えるんじゃないでしょうかね。手強い相手というふうに思えるような気がします。佐藤天彦九段は、まあ、あの名人も取った経験もありますし、A 級に現在もいますけどね、振り飛車を最近指すようになって、まあ、それでも結構かそれが原動力になってリーグ入りしたのかなという感じのところも、見受けられます。まあ、あのたまにそういうふうに戦法をこう得意戦法を変えるという人もいるんですけど、まあ、成功した数少ない人かなという。佐藤九段は大山十五世名人の孫弟子にあたるわけですね。大山、中田功、佐藤天彦とこう来る、まあ、あの一門で、まあ、一門の系統復活かというような感じのものを思わせますね。粘り強い棋風で負かしにくいというような人が、あの相手は思うでしょうから、まあ、また面白い存在になるかなと思います。飯島さんは石井さんと佐藤さんどう見ますか？そうですね、石井さんは、まあ、あのまあ、対戦あるんですけど、もうやっぱりいろんな作戦を奥深くやるっていう、なんかすごい器用さがあって、まあ振り飛車はね、あのこうたまに やられること多いんですけど、それで居飛車との最新の将棋とやっぱり全く違うベクトルなので、いやそこをやっぱりうまく使い分けられる若手っていうのは今少ないので、いやすごく注目してるのと、あのやっぱ佐藤天彦九段、あの先ほど木村先生もおっしゃったように振り飛車、あの最後の予選の将棋振り飛車を振って勝たれてリーグ入りしてるので、やっぱ飛車を振るならこの2人なのかなっていう感じはありますかね。赤組だと、うん、まあ振り飛車が見られるのかもしれませんので、うん、まあ、そこがすごく注目だと思いますね。うん、まあ、あと、まあ、豊島さんも飛車を振られるかもしれませんけど、まあ、あの、まあ、振り飛車はこの辺りかなっていう感じが、はい、します。はい、うん、はい、じゃあ次いで、斉藤慎太郎八段と藤本渚四段。藤本さんが初参加、あのリーグ初参加っていう感じでしょうかね。斉藤さんもこう A 級にずっといてという感じで安定した成績を残しています。まあ、あの実力の割にはと言っては失礼ですけど、大井リーグの入った回数は少ないのかなって感じがしますけど、まあ、順当なリーグ入りという感じがしないでもないですね。まあ、居飛車党の、まあ、本格派といった感じで、うん、まあ、まあまあ、長時間の将棋にやっぱお得意だから、あ、そうですね、やっぱりこういうあの、うん、先ほど木村先生言った通りこうストップウォッチというか、あの持ち時間が長く使えるっていうのは合ってるかもしれないですね。確かにね、合ってるかなと思いますね。うん、藤本さんはいかがでしょう？いや、最年少棋士ですよね。いや、18ですよね。いや、もう18じゃお酒飲めないんだその話はいけない、そういう話じゃないんだね。いや、まあ、あの酒のおいせんじゃないか将棋のおいせんだからね。いや、あのあれ、あの僕のうちの子供は14、15かな、14なんですけど、いやだからあんまりうちの子供とあんまり比べるものではありませんね。いや、いやだから、いやちょっと恐ろしいなと思って、いやだから分からないですよね。もう実力がどういう、どこまで出せるかっていうか、もう伸びるしかないっていうのもあるし、うん、ある意味、まあ、台風の目かなっていうところ。先生どうですか、藤本？そうですね、まあ、四段に上がった後にこうそれでくたびれちゃうって人がいるの方もいれば、まあ、その後ぐんぐん伸びていくという方もいて、そのぐんぐん伸びていく極端な例が藤本さんという。で、まあ、あのこの世界はやはり年が若い方がこう有望と見られる向きがあるんですけど、その期待を裏切らないというところがありますね。それこそ、期待以上の成績も残しているかなという感じがします。あの堂々のリーグ入りということで、うん、まあ、かつて大井戦を担当された方が、大井リーグはこう若い人が活躍しやすいリーグだって言ったんですね。でまさにその棋戦の特色が出た人かなという感じがしないでもないですね。はい、これ1年目っていうか、あ、参加ですよね。だから大井戦初参加の、あ、
ちなみにあの将棋の内容としては非常に高い勝率と、まあ、あの藤井さんに勝るとも劣らない、まあ、勝率的に見るとですね、あの8割5分近い勝率を上げておられますが、これだけの高勝率は どういうところが大きくご覧になってらっしゃるでしょうか。まあ、定石のこう研究というのにも加えて、中盤のごちゃごちゃしたところでの力の出し方がすごいなというふうに思います。あの気がついたら突き抜けているというようなところがあって、まあ、うん、安定して実力を評価されている人の勝ち方をしているなというふうにも感じますね。まあ、最近ですとこう昔に比べて大逆転っていうのはまあ少なくなったような感じするんですよね。ある程度優勢な方が押し切るということが多くなった中で、まあ、藤本さんは結構、うん、まあ、私は中盤が安定しているというふうに見ますね。なんかあの時間のマネジメントもうまいと思うんですけど、普通1年目ってもうこう覚えるのに精一杯、あ、僕はそうだったんですけども、20まで24年前なの、あのもうこの棋戦は3時間だからどうとか4時間はどうとか覚えるので精一杯なんで、こう1回目はだいたい失敗するか自分の実力の 70% も出せないみたいな感じで終わることが多いんですけど、いやそれを最初からやってるっていうのは、うん、やっぱりなんか、いやちょっと恐ろしいものが、うん、あると思いますので。じゃあ飯島さん、こう6人の中でじゃあ次は誰が有望かっていうことをちょっと言ってください。え、一人だけしか言えない。いやいやいや、軸になる人をこうちょっと。軸になる人ですか。まあちょっとこう一応ね、あの自分の組じゃないからちょっと言いやすいっていうのはありますけど、うん、やっぱりでも豊島さんかな。僕は豊島さん、うん、豊島さんはちょっとまあ一人出すなら豊島さん、あとはあの藤本さんがちょっと見えないんで。実力がわからないんで、まだ、だからそこが、いや、あの、先ほどおっしゃったように、藤井さんみたいになるかもしれないし、藤井王位になるかもしれないし、わからないですね、怖いですね、ちょっとね。木村先生、どうですか。私はね、こればっかりは読めない。あの、誰が出てきてもおかしくないと思うわけですね。まさにその通り、こう、豊島、佐藤、斎藤ってこうタイトル経験持ってて、はいはい、まあ、佐々木大地さんがこう初挑戦しましたけど、石井さんも挑戦して全くおかしくないと私は思いますし、うん、藤本さんはさらに読めないっていう感じなので、うん、まあ、こういう藤本さんが活躍するという例は、やっぱりみたいな方が活躍する例は過去にもあったし、まあ、去年の佐々木大地さんを見るとね、やっぱりその勢いで両方、まあ、棋聖と王位と挑戦したような、うん、似たようなものが見られる可能性は結構高いかなと思うので、ここは結構面白いリーグかなと思います。いや別にあの白がつまんないって言ってるわけじゃないんですけど、あの赤はこう全然読めないという点においてはかなり面白いなというふうに思いますね。すごいですよね、やっぱりちょっとメンバーがやっぱりね、最年少棋士が入ってる、こっちはおじさん軍団じゃないですけど、そう、まあ大体一見で若い方が新鮮だっていう意味はあるからね。まあそういう方が、ね、まああのそれはそれで物の見方としてはいいんじゃないでしょうか。まあ新鮮味があるのか円熟味があるのか、そういったところでの特色の分かれたリーグかなというふうに思いますね。はい。まあ、私の希望としてはこう飯島さんと2連敗同士で当たるということがないようにこう気をつけたいというところではありますね。もう先生それはちょっと何も言わなくなっちゃうんですよね。いや2連勝同士で当たりたいとなんかうまく返せない、いやいや、そう、いや、そう2連勝同士で当たりたいんですけど、ちょっとこうこれを眺めてかなって顔してやってるから、いや、やっぱりこういうのを眺めてるとどんどん自信を喪失するんで、あまり、そう、あのリーグ表を見ないで自分の将棋を高める日々を過ごしたいなっていう、あんまりこうリーグ表を見るともうか体に悪くなっちゃうんで、あの順番、まあ、1年目ですから。こういう対談でもなければリーグ表をまじまじと見ることもありませんからね。まああのこの対談が失敗だったということもないようにね、あのしたいもんですね。ちなみにあのこの、まあ、勝ち上がって、まあ、抽選したのはまだそんな日が経ってないんですけど、初めて自分がリーグ表を伝えてこのこういう組ですよって見た瞬間のちょっと感想をちょっと伺ってもいいでしょうか。あ僕、あで、いや先生だって何回も、あ、いやもういやもうなんかこうえっと思って、いや名前がこうあるんで、
いや、あのリーグ戦はその2回目というか大勝利があったんですけど、全く記憶がない感じで終わっちゃってて、今はもうこういう立場で24年目なんで、まあ、ある程度すごくいい戦いができる自信はあるんですけど、いやこう見るとあんま現実ではなかったっていう、まあ、びっくりしちゃってるって感じはありますね、うん、この年齢でこうあのやらせていただくのはありがたいっていう気分であのやる感じで、若い時はそんな気持ちはなかったんです。なんかやってやるぞみたいな、ま、微塵もないと思いますね今。もう謙虚に、あの先生はどうですか、リーグ表。まあ表をこう、まあ、やっぱりどんな人と当たるかなって、まあ2分の1ですからね、リーグ入り決まったら。ですので、まあそういう点では楽しみではあります。まあ表を出てこうやってまじまじと見てみると、まあやはりオールリーグ5局あるうちの戦後の差が出てくるんですね。で先手番が多い人と後手番が多い人、細かい人は気にするんじゃないでしょうか。心理的に気にします、結構。まあ私結構後手番が多いリーグが多かったんで、結構珍しいんじゃないかなって感じがしますけどね。まあ戦後気にしないって方も結構いらっしゃいますけど、まあ、うん、そういう点では、うん、だ例えばこう飯島さん、これでも絶対横歩取りだもん。いや絶対横歩取りだもん。そうでしょ、だってこんな対談あるんですか。だからその対策を練るわけ。でえちゃんは飯島さんは先手が2局なんだ。2局です。だから横歩取りがこう横歩取り横歩取り横歩取りね。あ、これみんな迎え撃ってくると思う。あのそれが課題だということになるわけですね。いや僕の心を読まれてもちょっとなんとあ、じゃあ横歩取りやるでしょ、だって。いやまあ どうしようか考えてますけど。あ、まあ、そうか、まあ、考えてやるんだな。いや最近はあのやっぱり自分もそんな言いなりにはならぬぞみたいな作戦もやってるんですけど、いや将棋ってなかなか難しいので、まあ、最新 の、 あの技術を取り入れながら若手の、まあ、そういった作戦もちょっといいところを取りながらやっていくつもりではあります。まあ、マニアックなファンの皆様にはですね、あの飯島さんがこう違う芸を見せるか、やはり俺にはこれしかないという感じでやるのか、まあ、そこも含めてですねご覧いただきたいところですね。いやでも木村先生、あ、だからかなりリーグ入りもう回数もう10回、13回ですか。ああそうですか、はい、もうすごいですね。覚えてないですけど、なんかあの、あ、いやすいません、僕が聞くのはあれ、なんかリーグで戦うコツとかあるんですか。いや同じリーグの人が聞くのもすいません、なんかそういうあんまり質問しない方がいい。後手番の時は簡単に諦めた方がいいと思う。あんまり余計なことを考えずサクッとですね、あの終わらせたらいいなと思いますね。いやそれうまいな、その返しうまいですね。あんまり変なことは考えない。いやいや1年目で13年なんで、ちょっとリーグの戦い方教えてもらおうかと思ったら、その返しが来るとは。そんなことは考えない方がいい。考えない。ろくなことにならない。ろくなことにならないですか。いやでもなんかあれですよね、こうまあ最終日が決まってて、こうみんなで一緒にこう行くっていう、なんかこうあのリーグをみんなで作り上げるみたいな、そういうのはなんかすごくあの感じるので、あの、まあ、まあ自分は自分の仕事をやるという、はい、そういう感じですね。はい、あのいや本当すごいメンバーで、まあ、一応最終局はあの同時に行いますが、はい、 そうですね、はい、あのそれ以外はちょっと開幕は多分あのこのカードでいくと思うんですけど、 2,3,4 はちょっと順番が前後する可能性もあのあります。必ずこの順番とはちょっと、あ、そうですか、順番が前後する可能性があります。場合によっては、はい、あの3が先、3より先に、あ、4が始まっちゃったりとかね、はい、まあ、はい、今日程組むのが大変だから、そういう風になってるんですね。そう、木村先生があの最年長王座ね、取られ、はい、はい、あの初タイトル、あ、あ、おおい取られ、王位戦の王位戦の対談で、あ、ごめんなさい、それじゃ間違えたらね、ごめんなさい、もう帰れって、すいません、ちょっと落としてちょっと、もう一人くださいってなっちゃう、すいません、あのちょっとあの先に言うことで取られて、僕があの24年目で王位リーグ入り初だったんで、いやなんか記録だと思ったら、いや僕の方が記録じゃなかったみたいで、あの一応初リーグ僕より上で入られた方がいたみたいなんですけど、まあ、一応なんかあの木村先生と同じベクトルで、あのまああの一応あの晩成というか、あのリグリできたのは良かったなと思ってます。はい、うん、
挑戦なればするとまたその最年長挑戦だったりとか初挑戦が最年長があるかもしれませんね。え、そう、あー、でもそうか、確かに昔からでも40代で挑戦する人初挑戦っているわけないですもんね、そんなね、なんかちょっと調べてみ、まあ調べてみないとわからないですね、昔の、うん、昭和の時代はあるかもしれないし、あ、まあ、まあ、確かに昔の方が確かにね、まあ、何ともいないと思うんですね、そこには。いや、ちょっとそういうのがありまして、あのなんか自分もやらなきゃみたいな感じでリーグ入りできたっていうのは、あの あったんですけど、そうですね、木村先生と同じリーグの戦いなので、まああのいろいろな気持ちで頑張ろうかなと思ってますね。はいはい、確かに今お話だとその、木村先生があの王位を取られたのが、60、はい、60期ですね、あの、ちょうどだから5年前になるんですかね。ああ、そうですね、ちょうどあの時はあの最終局の第7局の大盤解説の飯島先生に、はい、このしかも東京新聞であの行いました、伝えていただきましたが、うん、そういうこともあったり、まあ、王位戦はかなりお二人あの、まあ、出場こそ、まあ、あの飯島先生はあの、リーグは初ですけど、まあ、あの副立ち合いですとか、あの昨年もあの立ち合い2人で、はい、あのえ小樽小樽で、あの時はでしたね、あの多分2人やらせてもらったからリーグできたのできたと思ってますけど、はい、あの昨年の大井戦第三局だったんですね、はい、はい、お二人での立ち合い、二試合とかどうあの思い出話でもちょっと伺いたいと思うんですけど、別にどうってことなかったですけどね、あのいや、はい、もうあのすごくあの、もう安心してあのなんていうかあの封じ手を書いてたじゃないですか、僕覚えてるんですけど、あのこう動画でね、あれは思い出になりましたけど、はい、あのすごく楽しいあの木村先生と、あの3泊4日をすごあの過ごさせていただいて、あのすごく思い出に残る副立ち合いでした、それでこうリーグできたんで、あのやっぱりいい流れだなと思ってます。対局中に汽笛が鳴るっていうんですかね、ポーッとなってね、これがまた風情のある感じでしたね、なかなか特色のあるところで、うん、まあ記憶に残りますかね、はい。あと、まあ、待ち受ける藤井王位の、まあ、ちょっと最近の状況、まあ、その王位を昨年防衛されてから、まあ、八冠を獲得されました、まあ、で今現在も王将戦続いて棋王戦の防衛戦が、まあ、始まるところという感じですが、まあ、ちょっとまだ半年先 の藤井さんが登場するのは半年先なんですけども、あの、まあ、今のところ藤井さんのちょっと状況というのはどのように、ちょっと対局が少なくなったので、ね、その見る機会がちょっと減った気もするんですが、まあでも相変わらず資格なしといったところではないでしょうか、弱点が見当たらないというふうな感じはしてますけれど、今ね、あの防衛戦やられてますけどね、いやでもあのすごく勝たれてますから、なんか全く調子がもうなんかこう崩すというよりはもう、ま、全然上がってるというか、まあただかなり先なので王位戦はどうなるかですけど、まあ状況は変わってないのかなとは思いますね、すごく、まあ、誰が出てくるかによると思うんですけど、あとどういうあの体調性になるかっていうのもねありますので、いやちょっとすみません、なんとも言いようがない感じは、あとはいくつかちょっと最近のちょっと将棋界の話なども加えたと思うんですが、まあ、先ほどちょっと振り飛車の話が出たものですから、ちょっと合わせて聞かせていただいたらと思うんですけど、まあ、まさにその赤組がですね、あの佐藤天彦九段があの準決勝決勝とまあ振り飛車を採用されまして、まあ、その残り2戦も矢倉横歩取りという形で、まあ、非常にあのバラエティ豊かな戦型で戦われているんですが、まあ今豊島さんもちょっと昨年、まあ、数局っていう感じですけど振り飛車をされるっていうこともありました、まあ、そういうふうにその居飛車党の方が時々振り飛車をされたりとか、まあ、天候と言っていいのかちょっとそこまでは分かんないんですけども、そういうケースもちょっと垣間見えるんですが、こう AI で振り飛車はちょっと評価が低いみたいなことを言われる中で、どうして逆に振り飛車はこれだけ刺されるケースもこう出てきたっていう、まあ、でなおかつ今挑戦しているあの菅井さんが挑戦されるなど、まあ、必ずしも振り飛車がこうやれないということはない、むしろ頑張ってるっていう感じは受けるんですが、その辺ちょっとあの正確な機会なんで伺ってよろしいでしょうか。まあ評価を、まあ、評価結構大切なんですけど、
まあ、人は間違えるもんだと、どこかで最初から最後までノーミスで過ごすことはないということで、まあ、それで指しているという面はあるかと思いますね。まあ、もう一つ言うと、居飛車だけの戦いになってしまうとどうしても偏ってしまうということがあって、まあ、そういったところを、まあ、外すという意味で、まあ、採用している人もいるのかな。特にこう居飛車党の人、居飛車を今まで指してた人がたまに振り飛車指すというのはそういうことかなという感じがします。ただ絶対向かないって人もいますんでね、全ての居飛車党が転向すればうまくいくんだったら誰でもやってるわけで、これはそれは豊島さんなり、佐藤天彦さんがこう一生懸命研究したものをぶつけているからうまくいく振り飛車であって、じゃあ俺もやってみようかなっつって私がやったらもうボロボロになったりとか、そういうことは結構ありますんで、まあプロの中でも振り飛車を指しこなせる人と、そうではない人という人はいると思います。ただまあその角換わりとか相掛かりとかが本当にこう研究が緻密になっていく中で、まあ振り飛車っていうのはそういう雰囲気を変えるという効果はあるのかなというふうに思います。ですのでまあ今王将戦菅井さんやっていますけど、確かに変わってるんじゃないかと思うんですね。でそういう点においてはこう勝ち負けにこだわれば、一定の効果はあるというふうに、まあ、見られてるのかなというふうに思いますけどね。まあ多分居飛車の研究が結構やっぱ木村先生がおっしゃったようにやっぱ詰まってきて、でやっぱり他の作戦ってなると振り飛車になったのかなと思うと、やっぱり佐藤天彦九段は横歩取りとか空中戦かなりお得意なので、まあ捌く将棋に結構あってってるんじゃないかなっていうのはありますね。で豊島九段も、まあ、やっぱりこう将棋でだから居飛車でやっぱりこう振り飛車ができない居飛車党ってあるんですけど、やっぱりかなりこう積み上げていく将棋なので、で振り飛車もやっぱりこう駒得を積み上げてこう勢力を拡大して、まあなんていうか 局面をこう良くして寄せに行くっていう結構合ってる居飛車党なんですね、振り飛車に対して、だからそういう面でやっぱりこう流行り出してるのかなっていうのはあると思いますね。うん、まあ、ただこのメンバーで見ると、まあ、豊島さんが飛車を振るのはたまにあることなので、このリーグで出てくるかどうかよく分かりません。天彦さんはおそらくやるでしょう。最近結構対応してますからね。それから私たちのリーグで言うと西川さんがこうどういう三間飛車を見せるかなというところは、まあ、楽しみでもあり脅威でもあるといったところですかね。やはり生粋の振り飛車党がまた新たな工夫を見せるのかとか、やっぱり経験値の差が出てくるのでね、そういったところが見られると結構面白いなというふうには思いますね。あとは羽生さんが振るかどうかですけど、やっぱり振らないんじゃないかなという感じはします。最近少ないですかね、やっぱりなんかこうやってみると。あとは石井さんが振るかどうかですかね。石井佐藤のどちらか、豊島さんはちょっと確率低い、あとは西川さんが、西川さん絶対振るでしょ、 100% でしょね。飛車と角を逆に並べればいいんだよ。どうかしたいですか、それで。お願いします。あ、それで飛車先をつけば OK ですか。もう今タブレットと記録取るからタブレット動かなくなっちゃう。いやいや、ちょっと待って。いや、でもなんか こう見ると振り飛車党ってやっぱり結構多いんですけど、やっぱりリーグ入った中でこう本当振り飛車党っていうと、まあ振り飛車だけ指すっていうのは西川さんだけなんで、いや、そう思うとやっぱり居飛車がある程度抑え付けに成功したっていう、その予選ですね、予選で抑え付けに成功したっていうのは言えると思います。振り飛車がすごく流行している中ですから、それは言えると思いますね。はい、あと振り飛車が先ほど三間飛車が主流になってきているという話です。まあ、一時中飛車が非常に流行った時期もあったと思うんですが、まあ、四間飛車、中飛車、三間飛車と非常に移り変わっていく中で、今三間飛車の部分が来ているというのはどういう要因になるんですか。まあ、流行りだってことじゃないですかね。はい、まあ、指してて面白いと感じる人が多いっていうことでしょうね。やっぱ対策されてその順番になって、あ、まあそうですね、はい、またこうしばらく経つと違うものが流行ってる可能性はあると思いますね。はい、
研究しにくいんじゃないですかね。ゴキゲン中飛車だと超速とかで急戦なので結構早めに戦い起きるから、うん、なんか AI にかけて事前に研究していけばかなり見込めると思うんですけど、でも持久戦になっちゃうので三間飛車だと、だそういうのも狙いとしてあるのかなと、いや居飛車の立場なんで言いますけど、そういう感じなのかなと思いますけど、はい。あとまあ65年の王位戦ですが、ちょっともし振り返ってみて王位戦の思い出などちょっともしあれば一つ二つ教えていただければと思うんですが、まあ昔は5時間だったんですよね。だ夕食休憩とかもねついてある時から4時間になったりしたんですね。でまあこれもあるきっかけで順位がなくなって、でまあ前はねこう1、2ってついてあと3、3、3、3って感じだったんですよね。で残留した人が残留しやすいって感じだったんですけど、それが撤廃されてまあ変わった形になったと。要するにこう残留した人がさらに残留しやすいっていう形ができなくて、やはりその年の好成績を収めた人が残るという感じですね。昔はよく残留決定戦とかもやってたりしたんですけど、そういったものが結構 なくなって、5局指したらその勝ち負けでこうリーグ残留が決まるというふうに少しずつこうルールが変わってきてますかね。私が四段になった時にリーグ入って、最後が亡くなられた村山聡さんだったんですね、最後ね。そうで、まあ病気をされて、翌だ不先輩を減らしたいって言ったんですね。そのね3月4月で年度が変わりますでしょ。で4月から新年度に入っちゃうと休場扱いになっちゃうんで、リーグが不先輩になっちゃうと。で不先輩を減らしたいって意向があって、で3月の30とか31にやれませんかって話があって、うん、あできますよって。でそれが確か村山さんの最後の一局になったなというのは記憶に残ってますね。私が四段になった後のその最初のリーグのことだったんですね。それは覚えてますね。5時間だったですね、はい。まあ長くやってりゃいっぱいありますけどね、もう忘れちゃってきた少しずつ13回ですからね先生の場合は。まあそうは言ってももっとこうもっと取ってる人がいるからねもっとね、まあ私はそういう点では相性はいい方かなと思いますけどね、棋戦としてはね。いや僕はもう木村先生が追い取られた第7局 の, こちらで大盤解説本社でやらせていただいたのがすごくやっぱり王位戦 の, 記憶としては、まあ、残ってますね。あとまあもう一個兄弟子の中田博樹へ先生が王位戦挑戦されて谷川王位に目奨励会員だったの桜井昇門下だったんで それ番勝負拝見させてもらってて、まあすごいシリーズだったんですけど、で昨年まあ亡くなられて、まあちょっとリーグ始まる前に兄弟子のお墓参りに行ってリーグ戦の臨もうかなと思ってますね、はい。じゃあリーグの、そうですね、リーグの報告と、はい、まあ、戦うか、はい、どういった頑張りますという、はい、はい。はい、じゃあ最後決意表明で、はい、それぞれそうですね、まあ一番でも多く勝てるように、まあメンツがきついメンバーなので、まあ2連敗同士で飯島さんと当たらないようにというのが一つの目標ですね。まあできれば残留したいなというふうに考えてます。いやもうまあこういったもう年齢なのでもうまっすぐ向いてまあ臆せず自分の将棋をまあ木村先生との将棋ではまあすごくいい棋譜を残せるように
頑張りたいと思います。はい。大いになりますとか言わなきゃ。初参加なんだから。いやいや、もう、いや、それちょっと。王位戦は大いになるためにやってんだから、いや、それぐらい言わないとダメだ。いや、20年前なら言いますけど、大いになるために王位戦にさしますって言わなきゃ。まあ、優勝したいですけど、まあ、残留を目指して、はい。頑張りたいと思います。はい。まあ、自分の将棋を出せれば、まあ、負けてもしょうがないという気持ちで前を向いていくということで、はい、すいません、なんかそんな、はい、いや私はなんか怒った感じ言わないように、2連敗した状態で飯島戦を迎えないように考えています。はい、はい、いいですかね。じゃあどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。